皆さんこんにちは、すみながめチャンネルへようこそ。今回はここにあるような金のずりの実を作っていこうと思います。金のずりの実って皆さんご存知ですかね。これポケモン GO に出てくるアイテムで、まあ、レアなアイテムなんですが、まあ、ラズベリーみたいな形なんですが、赤っぽい色じゃなくって、これはまあオレンジっぽい色ですけど、まあ、金色ということで、金のずりの実というレアなアイテムがあるんですが、今回はそのアイテムを作ってみようと思います。これ結構面白くって、ここに金のずりの実の一粒をここに取り出していますが、なかなか不思議な質感がある粒になっていると思いませんか。これは実は2つのグラデーションを組み合わせて作っています。2つのグラデーションを組み合わせて、こういった不思議な質感のある粒を作って、それらを合わせることで、こういった金のずりの実を作っていきましょう。さて、最初に説明した通り、2つのグラデーションを駆使して作られたこの金のずりの実の一粒ですが、どんなグラデーションを組み合わせているかというと、ここに2つ出してみました。これを今これグループ化してるんですけれども、コントロールとシフトと G を押してグループ化を解除すると、こういう2つのグラデーションが重なっていたことがわかります。こっちはすごくシンプルな放射グラデーションで、まあ、一番外側だけ濃い色がありますが、真ん中あたりは薄い、本当にほんのりしたグラデーションがかかっています。こちらの丸は同じように放射グラデーションであるものの、中心の位置がど真ん中でなくって、ちょっと左上にずれてますね。左上にずれることによって、この丸が球体の立体に見えるようになっています。これだけでも立体的に見えるんですが、これをさらに質感たっぷりにするために、これをこのように重ねて複雑なグラデーションというか複雑な見た目を作っています。この2つのグラデーションを作っていきましょう。円弧ツールを選択して、適当な大きさの丸を書いて、選択ツールに切り替えて幅と高さを変更しましょう。その前に今ストロークが入っているので、ストロークはいらないので、左下のバツをシフトを押したままクリックしましょう。シフトを押すとストロークの色を設定することができます。幅と高さは 30-30 ぐらいにしておきましょう。まあ、実際にはどんな大きさでもいいんですが、まあ、これと大体同じぐらいな大きさにしましょう。これにグラデーションを設定します。左下のフィルとストロークのこのフィルのところをクリックすると、このフィルとストロークというパネルが開きますが、この黒いオブジェクトを選択した状態で放射グラデーションを選択しましょう。まず放射グラデーションをクリックしたら、このグラデーションツールに切り替えます。グラデーションツールに切り替えると、このグラデーションのノード上に、パス上にノードを追加することができます。今回は一番上、その下、真ん中、その下、一番端と中間に3個のノードが欲しいので、3個のノードを追加しましょう。1個はど真ん中で、もう2つは端から数えて、まあ5分の1とか6分の1とかそれぐらいのところにノードを追加しましょう。まずはど真ん中に1個と、端から数えてまあ5分の1とか6分の1とかそれぐらいのところに、こんな感じで置きます。これができたら、それぞれのノードに色を塗っていきます。もう一度グラデーションツールに設定して、まず真ん中のノードをクリックしたら、真ん中のノードは FFD74AFF で塗りましょう。 FFD74AFF ですね。明るい黄色です。次のノードも同じ色で OK です。 FFD74AFF ですね。その次にど真ん中のノードは FF741EFF とオレンジ色で塗りましょう。FF741EFF と、反対側の端から5分の1のところも同じ色です。
FF741EFF とオレンジ色ですね。最後の一番外側の端っこも FFD74AFF で塗りましょう。一番端っこの濃度をグラデーションツールでクリックして FFD74AFF を塗ります。これができたらグラデーションの中心を動かしましょう。中心を左上のこの辺りに置きましょう。この辺りに置くとほとんどが黄色になっちゃってグラデーションの具合が悪いので、この端っこの濃度を引っ張ります。コントロールとシフトをしたまんまこの濃度を引っ張ると、この縦の線と横の線が連動して拡大縮小できます。コントロールとシフトを押さないと、これを横だけとか縦だけとか動かせるんですが、今回の場合は均等な円周上のグラデーションにしたいので、コントロールとシフトを押したまんまギューッと引っ張っていって、まあこんな感じですかね。これちょっと数値的な基準はないですけれども、こんな感じ。まあ左上のこの一番明るいハイライトのところよりもちょっとオレンジ味の部分がこの端っこにかかるようにして、で端っこはこの黄色い反射の光がですね、ここにピッと当たってるような形にしましょう。さてこれでベースになるグラデーションができました。これをコントロール D で複製して、もう一つ似たようなこういうものを作ります。これはグラデーションツールでこのグラデーションの基準をど真ん中に持っていって、もう一度ギュッと縮めてやって、今回は真ん中に2つの濃度しか必要なくって、ど真ん中と下から5分の1ぐらいのやつがあるんですが、上から5分の1、まあ、中心からですね、中心から5分の1のところのやつはいらないので、ここの濃度をクリックしてキーボードのデリートキーで削除しちゃいましょう。これができたら真ん中から色を設定していきましょう。 FFD74A47 です。 FFD74A47ですね。これは2桁ずつ RGBα となっていて、ここが R なんでレッドですね、赤のチャンネル、 G なのでグリーンのチャンネル、 B なのでブルーのチャンネルで、ここ α は透明度のチャンネルになっています。こっち側では全部 FF と不透明度最大という感じになっていましたが、ここの不透明度は16進数で47ですね。ここで見るとここ100が全開なので28になってますが、こんな感じに半透明な色を設定しましょう。さてど真ん中は FF741E3C という色を塗ります。真ん中のノードをクリックして RGBA を FF741E3C という色を塗ります。こんな感じのかなり透明に近いオレンジ色ですね。さてここ次のノードはアルファチャンネルが00なんで完全に透明になります。ただこの R と G と B 全く無意味ではないです。まず一旦この値を設定してみましょう。 FFD74A00 という色を設定すると完全に透明になります。ただここからここまでのグラデーションは FF741E から FFD74A までのグラデーションの色のグラデーションと、透明度 3C から00までの透明度のグラデーションと両方発生してます。ここ完全に透明だからといって例えば変な色にしてやると、こんな感じでグラデーションがここオレンジから青に向かってしまうんですね。そういう風にならないために、完全に透明であってもここの黄色は設定する必要があります。完全透明だからといってここを例えば黒にしちゃえとか、そういう風にはしないようにしてください。さて最後の端っこの濃度は FF741E80 です。 FF741E80
になります。濃い赤色というか朱色によった赤の、まあ、半分ぐらい透明っていう感じですね。でここに画像があるんですが、本当の端っこまで赤色がピッと来てしまうとちょっとだけ狭いので、赤色の領域がここはグググッとちょっとだけ内側に潜り込ませるというか、これを外じゃなくて円の内側に濃度を置いてやりましょう。こんな感じですね。さて2つできました。これを合体させましょう。こんな感じに合体させます。そうするとちょっと不思議な質感が出たと思います。グラデーションツールでこの大きさをキュッと広くやって、この黄色の明るい部分を狭くしてこうやって重ねてみたりとか、ちょっとだけ調整してみてください。これができたらこの2つをコントロール G でグループ化して一つのオブジェクトとして取り扱えるようにしましょう。不思議な質感の丸ができましたね。次に葉っぱを作っていきましょう。葉っぱはこんな二等辺三角形にグラデーションを設定していました。まあ大きさは適当でいいので、こんな感じ、まあ中心角何度ぐらいですかね、30度ぐらいの二等辺三角形を作りましょう。コントロールをしたまんま真上に線を引くと直線が引けるわけですが、コントロールをしていると15度ずつこんな風に線を傾けられるんで、15度傾けて、もう15度傾けたこんなとんがりの二等辺三角形を作りましょう。コントロールを押すと15度ずつ調整できるんで、ここが15度でここも15度で、ここ内角が30度ぐらいの二等辺三角形ができました。まあここ二等辺三角形ではないですね。これもグラデーションを設定していました。線形グラデーションをクリックしてグラデーションツールに切り替えて、端っこの色はちょっと見づらいですが BBF266FF です。 BBF266FF 明るい黄緑色ですね。反対側の色は 66B43BFF と、色味のちょっとだけ色味が弱い濃い緑色ですね。グレーに近い緑色です。この色をまあこんな感じのグラデーションにしてみましょう。これをコントロール D で複製して、今度濃い色の葉っぱも作ります。濃い色の葉っぱはこの奥側の葉っぱに使っています。グラデーションツールでこちらの濃度を選択して 1C7A19FF を設定しましょう。 1C7A19FF 反対側はちょっとだけ明るくなります。 12A80FFF です。 12A80FFF と、でこれもこんな感じで適当にグラデーションを位置を調整しましょう。でこちらの反対側にかかっている影はこんな感じになっています。これはペンツールでスナップを有効にした状態で、ここをこんな風になぞって適当な形を作って、こいつにグラデーションを設定しましょう。グラデーションツールに切り替えてピュッとグラデーションを設定したら、左端は0204-1042と、0204-1042と、色としては青なんですが、まあほとんど黒のほとんど透明という感じで、こっち側は000000と、全部真っ黒の完全透明と。で完全透明がこっちまで来ちゃうとちょっと変なので、外側に出してあげましょう。これをここに一つとコントロール D で複製して、ここにも一つ置いたら、この二つもコントロール G でグループ化しておきましょう。さてこれで部品が揃ったので、金のずりの実を作っていきましょう。結構レイアウトがややこしいので、よく見ながら
真似してみてください。こんな感じのレイアウトになっています。下に4つ、その上にこう4つ、その上に4つという感じで、こうぐるりぐるりぐるりと、こう球体の身の周りにまとわりつくようにこの粒が並んでいる、トウモロコシみたいに並んでいる様子をイメージするといいですかね。そんな感じになっています。コントロール D で複製してそれぞれ並べていきましょう。コントロール D で複製してコントロール D で複製してとやっていくんですが、スナップはない方がちょっと作業しやすいですね。まあ、数は合いましたと。位置はそんなに合ってないんですが、まあ、位置をきれいに合わせるの結構難しいですが、頑張ってみましょう。きれいな形になるように頑張ってレイアウトしましょう。さて、緑の葉っぱもコントロール D で複製してから適当にレイアウトしていきます。まあ、だいたいいい感じになっていると思います。これができたら全体を選択してコントロール G でグループ化して一つのオブジェクトにしたら、これで完成です。今回はポケモン GO に出てくる金のずりの実を作ってみました。まあ、金のずりの実が作りたい人はそんなに多くないかもしれませんが、2種類のグラデーションをこんな風に組み合わせることで、なんとも質感たっぷりなこんな球体を作ったりすることができるので、ぜひこのテクニックは参考にしてみてください。今回のチュートリアルは以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。今回のチュートリアルで作成した画像の SVG データを墨眺め実践者の会で配布しています。オリジナルのフリーフォント、タバシケを使ったグッズなどの情報もあるので、概要欄から実践者の会のリンクをチェックしてみてください。ご視聴いただきありがとうございます。